じゃあ3つ目の Q&A ですけども外国の方とねコミュニケーションする上でまあ日本人が絶対に触れてはいけないという項目が何点かありますこれね多くの方は英語の勉強していてもその海外の文化っていうの知らないんでねこれをやっちゃうんですよねだからこれを絶対に避けるように話した方がいいと思いますただでさえ日本人は分かってないと空気を読めないというふうに評価されてますんであちなみに 空気を読む読まないとか同調圧力って世界中でありますんで日本独自の考え方でも風習でもないですからねやっぱりこう言いたいことが言えないのはアメリカでもイギリスでも同じでございます <laughs>、はい、それでね、えー、どんな話題を出しちゃいけないかっていうとあの領土問題なんですよねあの領土問題っていうのは実はね日本には日本の主張する領土があって他の国には他の国に主張する領土があってまだ解決できていない問題ばかりなんですよ、まあ、ですんで どこどこはここの国の領土だよねっていうのをね経験に言うべきではないかなと思いますよね曖昧になってる土地っていうのはお互いに曖昧にした方がいいから曖昧にしてるわけであってきちんと線を引く時期っていうのがまだ来てないってことなんですよね人間の文化とかそれから他者への思いやりとかが育たないと多分領土問題っていうのは結局は武力で取っちゃえって話になるんじゃないですかねまあいだにそうですね領土を取るのも奪い返すのも結局ミサイルなわけなんですよであの イルカとかね捕鯨問題も実は日本人にとっては何でなのと思うかもしれませんけどもそこがもうね全く国際感覚が出ちゃってる話で日本以外の国っていうのはイルカとかクジラに対して全く日本人と意識違いますなんかポツンと日本人だけがおかしな文化を持っていると思った方がいいぐらい違いますねもちろん私もイルカ肉をね食べたりとかクジラのお肉とか美味しいなと思いますよ貴重な あの食料源だと思いますけどもでもそれはこの島国にいるからそう思えるだけであってあの海が開かれた日本以外の国から見るとなんてひどいことをするんだっていう感じなんですよね。え例えて言うとい、ね、う感覚なんですよこういったらかかりやすいですでね。で次に人種に関わることっていうのは駄目ですね。 日本人っていうのはあのブラック差別とかっていう問題はまだちょっとありますけども基本的に人種に対して悩むことがないんですよ。それこそ,その世界中みんな人種とかね言語とか文化とか関わりにく仲良くやろうよっていう考え方なんですけどもだから分かってないって言われるんですよね仲良くやろうよって仲良くできてないから未だに紛争がなくなってないわけなんですよ。 その辺の根幹によることを無視して何でもかんでもね人種とか差別とかよくないよねっていうのはやっぱりこう日本人が全然こう軽く見られてる原因の一つなわけなんですよ、まあ、ですね、でこの問題っていうのは絶対出した方が問題になりますのでやめた方がいいかなと思いますたいねなんかね会話の途中で相手が口をつがんで去っていくっていうのはこれなんですよ表だって論争は起こさないけどもでもあやっぱりこの人は日本人だなってことで人は離れていくんですよね、まあ、日本人同士なら全然いいんですけどね だからやっぱこう島国っていうかあの英語をいくら学んできても身につかなかったり英語が身についてもそういった日日本本人人以外ののの感覚に程遠いのが日本人の正体じまあなんか仲間外れになってもしょうがないような感じじゃないですか私たちはある時はね有色人種の味方をしある時は白人の味方をしみたいなね、まあ、とんでもないやつらだというふうな評価らしいですからね。 いつ,かいつかこういう評価がなくなるといいですね。